根室拓殖鉄道。根室拓殖鉄道は、北海道東部の根室市の根室駅、国鉄 JR の根室駅とは別地点から、根室半島南岸に沿って、花崎郡ハボマイ村、ハボマイ村根室市に1959年合併の、早期までを結んでいた軽便鉄道路線、及び、それを経営していた鉄道会社。日本国内において、史上最東端を走った鉄道である。 道路事情の劣悪なハボマイ、ネムロを連絡し、ハボマイで収穫された昆布等の海産物を輸送する目的で建設されたが、北海道東端のネムロ半島に付設された路線環境は、国館、積雪のみならず、海からの円買脆弱な路盤など、極めて過酷で、終始経営は難航した。1948年、昭和23年以降は、 実質ハボマイムラ有志により経営された。1959年、昭和34年、ハボマイムラが根室市に合併することを受けて、鉄道を廃止し、バス会社に転換したが、ほどなく根室交通に合併された。交通年間昭和32年度版による会社概要は以下の通り、軌道整備の悪さや地盤の悪さ、そして積雪等により、 列車の脱線が頻発していた。列車が途中で脱線すると、運転士は数時間がかりで駅まで徒歩連絡し、復旧作業を行ったという。ダイヤ通りに走らない遅延運転は日常茶飯事であった。根室市、当時の高校に通学する学生の下校時刻の下り列車は定員をかなりオーバーするほどで、淡々式、ガソリンカーとそれが牽引する無害者は、 乗客でいっぱいであった。根室駅、ともかず駅、京和学校仮乗工場沖根府駅沖根部仮、乗工場引き薄仮乗工場マイナス府、ラオサム駅ハボマイ駅。本節は、鉄道ファン1 9 7五年五月号、p 六十五から六十七を参考文献とする。開業時は、蒸気機関車二両、客車二両、貨車七両、有害車2、無害車五。 東京の小島英二郎工業所から購入。すべて中古車だった。根室拓殖鉄道に導入された機動車は、開業時から廃線までの間にわずか3両に過ぎない。戦前に日本車両製造東京支店製の旅客車1両が導入され、戦後、札幌市の大自動車工業により、旅客車と貨物車、各1両が製造された。戦後製の2両は、 第二次世界大戦後の日本では最初の新製機動車となった。いずれもガソリンエンジン動力のガソリンカー、かつ片側運転台で一方向のみ走行を基本とする単単式起動車であり、ターンテーブル等での転向を必要とした。その各社とも申請の経緯、導入後の改造などに幾多の余曲折を重ねた極め付きの陳謝揃いであった。 1931年、昭和6年に、日本車両製造、通称、日車東京支店製の反抗性担々式の、機動車である。千鳥号の竣工時の車両番号は資料により、時録とするものと時算とするものがある。戦後の機動車造備時に改版され、時1、あるいは気配1となったようであるが文献により、記述が、異なり正確なところは不明である。 千鳥号の愛称もこの時付けられた。1927年の伊香鉄道 g 1系以降、日車本店が1929年頃まで各地の私鉄向けに製造した小型の規格系、単単式機動車、レールバスの一つである。リベット止めの長軽量車体を持つ四輪車で前方に突き出したボンネットを入れても全長わずかに6メートル、幅1.8メートル強という、 現代の大型ワゴン車よりやや長いサイズしかない小型車だった。扉は運転台直後に折り戸一箇所、定員は二十一人に過ぎない。塗色は初期はアイボリーとダークグリーンのツートーンで後期が単性色に白い細体に挟まれた赤帯を巻くものだった。ほとんどの日車単単式機動車が名古屋市厚田の日車本店工場で設計、製造されたのに対し、 この字録は東京支店工場で作られた。名古屋本店で作っていた単単式機動車を東京支店でも試作してみるとになり、設計図を利用して製作した見込み生産品であったようである。しかしこの初期単単車は本店ではとうに製造中止した旧式モデルであった。東京支店でも1929年以降、すでにもっと進歩した。 両運転台の独自設計機動車を作っていただけに、1931年になってからわざわざこれを取り上げたいとは不明である。ネムロ拓殖軌道は、この試作車を日車から格安価格で入手したが、試作車だけあって色々な違和がついていた。例えば原設計図では、路面走行のある鉄道に販売することも想定して、併用軌道に必要な救助網が装備されていたが、 ネムロ向けの実車にはついていない。また本店製担担車は、フォードモデル T の 20HP パワートレインを用いていて左側運転台なのに対し、失点性のネムロ担担車はより年式の新しく強力なフォードモデル A の 40HP ドライブトレーンを用いており右側運転台だった。ガソリン動力併用の申請と車両導入の申請は行っていたものの、 その許可が降りていない1931年中から監督官庁には無許可で運行を始めていたようである。通常は車両メーカーに委託する新車の設計認可手続きは費用節約目的で自社の手で行ったが、社服が従来の自社規格をオーバーしていたため、怪しんだ監督官庁から紹介を受ける羽目になり、これに対する回答、調整が遅れるなど手続きが作走。 ガソリン動力併用認可が降りたのは大きく遅れ1932年8月25日となり、名目上の車両竣工届は同年12月1日となっている。ただし、申請期間中も公然と営業運転に使用されていた。当時の地方施設ではこの程度の脱法行為や混乱は珍しくなかった。導入にあたっては方向転換のために始終着駅に、 ループ船を設置した、後に廃止して、転車台を設置。ネムロ拓殖唯一のガソリンカーとして、旅客輸送のみならず貨車牽員にも用いられ、戦時中まで主力車として運行された。太平洋戦争末期には、木炭ガス発生路付けの小型貨車を連結、ここからガス管でガス供給を受けて運転されたこともあったという。戦後、エンジンの痛みがひどくなったため、 新たに新車同様の日産 A 型直列6気筒八 85PS エンジンに乗せ替え、ボンネットもフラットなラジエーターを備えた細身のフォード直列4気筒用から幅広で全面グリルが剣道の面風な日産用に変更した。また車体や窓にも保全のための改造が施され、全体に戦前のキャシャで軽快な外観が薄れて無骨な印象を強めている。後 逆転機搭載改造が行われ、更新でも全身並みの速度が出せるようになった改造時期不明。戦後精神者に互いして、配線直前まで用いられた。配線後根室市立御用米小学校で遊具として使われた。1975年頃の写真では、ボンネットや運転台が取り外され、客室部分の廃車体のみが残存している。 その後朽ち果てたため解体され現存しない。車両番号規範に1949年、対自動車工業製。四輪単車で日産 A 型6気筒エンジン搭載、銀龍号の姉妹車であるが、こちらは当初からキャブオーバー型バス状の形態を持った旅客用機動車として作りされた。図書は、千鳥や銀竜の後期と同様の、 完成色に白い細体に挟まれた赤帯を巻くものだった。旅客用に側面一箇所の外吊り扉を持つほか乗務員扉も備えコンパクトにまとまった単単式機動車である。根室卓色の機動車の中ではある意味一番まともな車両であった。タイ自動車工業はこの旅客用機動車の製作にあたり初めての経験ということから 札幌市の路面電車を参考にして設計を行ったという。外販の一部にはジュラルミンを使用したとされるのは銀流と同じである。当初は燃料事情から木炭ガスによる大電車使用で車体後端に木炭ガス発生炉を搭載する台を突出させていた。このワートに貨物石載用のデッキに転用されている。当初の最終原則部の駆動方式は チェーン駆動だったが、1949年7月に札幌から根室に到着して、試運転を行ったところ、チェーン用のスプロケットギアが破損してしまった。このため札幌の大自動車に変装されて、歯車駆動式に改造されている。ホイールベースや駆動装置などの設計は、銀流と類似していたが、こちらは大きなバランス問題などは生じず、ヘッドライトの追加。 屋上一棟に加え、ラジエーターグリル両脇に一棟ずつなどを置いては、全体に製造当初のままで配線まで用いられた。配線後車体がバスの待合室に使われたがその後朽ち果てたため、解体され現存しない。車両番号機一機破産、1949年、対自動車工業製の単単式機動車。四輪単車で、日産180型トラック用。 A 型6気筒エンジン搭載。応急改造の末に到達した奇妙な姿と、銀流という勇ましい愛称とのミスマッチによって、後世の鉄道ファンにも強い感銘を与え、廃線後の現代に至るまで、根室拓殖鉄道の代名詞としてその名を名が、語り伝えられる車両である。大自動車工業は、戦前からの歴史がある、札幌市内の特装車仮装、バスボディメーカーで、 2015年時点でも消防車等の仮想メーカーとして現存する。鉄道との関わりは戦時中に木炭ガス発生路を道内の私鉄、簡易軌道向けに供給したことから始まったとみられる。このためネムロ宅職へ納入した車両も自動車職が濃かった。キイチは当初は貨物輸送を目的に製造され、 キャブオーバー型トラック風の正面2枚窓スタイルで、それなりにまともな形態であった。運転台部分はジュラルミンを使用していたとされ、その銀色のボディから銀流と命名されたという。また運転台と客室の倉庫には白い細体に挟まれた赤い帯を巻いていた。当初は燃料事情の悪さのため木炭ガスによる大燃車使用で、運転台直後にはガス発生炉が搭載されていた。 荷台は一般のトラックと類似した構造で、荷台全長は4000ミ、mm、リメートルと4トン積み以上のトラック並みのサイズがあったが、なぜか書類上の最大積載量は0.5トンで、サイズからはとても考えられないような軽荷重であった。実際の運用実態はつまびらかでないが、貨車を牽引することもあった。1949年10月から収益したが、運転してみると、 前後の重量バランスが悪かったために脱線を頻発させた。このため、入線からほどなく改造工事が施された。内容は、運転台前方にシャーシを延長して、ボンネットを設置、重いエンジンを前方に移動させて、重量バランスを改善するというもので、これによって、脱線頻発は収まったが、にはかづくりのボンネットに、 これも間に合わせのような荒い格子状フロントグリルを組み合わせたことで、ひどく不格好なスタイルになってしまった。しかし国鉄根室駅と自社駅が離れているという条件の悪さから、貨物輸送ではトラックに対抗できず、銀流は1953年に至って、二台を自社で客室に改造して、旅客車化する工事が行われ、キハさんと解消された。この木造切り妻構造、 側面両側に一箇所ずつの折り戸のあるバラック風な客室は近所の大工に依頼して作ってもらった代物で運転台スペースとは完全に分離されていた天台側の後窓と客室側の前窓が互いに接しており客室と運転室の応答は可能だった模様客室は元々の運転台より屋根及び窓と帯の位置は一段高く後部にはかもめのものより 小さな貨物用デッキを備えており、デザインを統一するという発想は全く伺えない。さらにこの木造客室の側面は、正面から見て、右側は運転室と同一平面、つらい地であるが、左側は、客室が若干突出していた。こうして、銀流号は、継ぎ足しの不格好なボンネット、リベット組み立て金属板張りの運転台木造の、粗末な客室という、 タレに乏しい奇妙な外観を呈した機動車となった。気せずして、アメリカ合衆国のローカル鉄道が、第二次世界大戦前に、自家製造した変形単単式機動車、ギャロッピンググースを押し縮めたような風体になった、ことから、後年の鉄道ファンの間では、銀流号を和製グースと呼ぶものもある。後期には、屋上一棟だったヘッドライトを、 ボンネット前端上の三等配置、中央のライトは左右のライトより小さいに変更し、塗色も単成色に塗り替えられた。これで、さらに動物的な正面形状となり、陳車ぶりをますます際立たせることになった。1五十九年の廃線まで運用された。根室拓殖鉄道の機動車の車両番号については、資料、文献ごとに記述が相違する部分があり正確な。 ところが不明な部分がある。車両番号を車体に表記する習慣もなかったようで、残された写真からも、両番号の確認はできない。カモメ号については、どの文献もキハ2としている。銀龍号についてはキハ3として竣工した後期1、さらにキハ3に改版したとする文献、鉄道ファン428号もある。車歴の長い、千鳥号が一番不明部分が多い。 春光寺の番号が時6なのか時3なのか不明。戦後の開番時の番号も気配1なのか時1なのか不明。さらに戦後の一時期の車両番号を G3 とする記述が複数の文献に見られる。青木栄一が1954年8月に本鉄道根室車庫を訪れた際の聞き取りと書類、現車確認では千鳥号、かもめ号、 銀流号の順に従来春工図では G1、キハ2、キハ3となっていたというが、最近改版したとのことで、当時の原車表記は G3、キハ2、キ1になっており、運輸省にもその通り届け出されたという、根室宅色鉄道鉄道ピクトリアル O61、1956年8月。本節は、京弁鉄道 P54 と、 鉄道ファン1996年12月号 P85P86 を参考文献とする。3号機と4号機は存在しなかったらしい。蒸気機関車は1951年昭和26年頃使用停止となり解体処分。廃車届は1952年昭和27年8月9日付。1号機は1945年。 昭和20年頃に売却された。本説は、軽弁鉄道 P54 と鉄道ファン1996年12月号 P86 を参考文献とする。1934年開業時に用意したボギーム外貨車5両のうち4両を解体して、その廃材より二軸無外貨車と11から18を製作。同年に、 自社で二軸無外貨車と1から6を製作する。また1932年、昭和7年時参と同時購入した日本車両製の二軸無外貨車個1があった。本節は、鉄道ファン1975年5月号、P65 を参考文献とする。本節は、鉄道ファン1997年1月号、P86 から89を、 参考文献とする。軌道後は冬の方がわかりやすいそうである。書籍。雑誌。資料。書籍。雑誌。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。